日はティアラクリニック川越院にやってきました。信頼の実績、安心の技術力で患者様のお悩みに応えてくださるクリニックです。本日お話を伺うのは鳥羽陽介先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。現在の鳥羽のお悩みなどお聞きしてもいいですか？そうですね、私の場合、思春期以降たくさんニキビができたせいで、特にこめかみあたりのニキビ跡もありますし、男性に多いんですけども、鼻周り、頬もそうなんですけども、毛穴の開きというあたりが気になっています。どうしてイントラセルを今回受けようと思ったんですか？イントラセルはですね、実際私が施術している中でニキビ跡に対しても毛穴に対しても非常に効果が高いというのは私自身が実感しているところなので、自分が受けることでどんな感じかというのを体感してみたいと思ったんです。イントラセルとはどのような効果がある施術ですか？はい、イントラセルというのは、へこんだようなニキビ跡ですとか、あとは妊娠線、それから毛穴の改善にも効果しますし、いろいろ肌のお悩みを改善することができる治療となっています。イントラセルを受けるにあたって楽しみにしていることって何かありますか？今まで施術を自分がしている側だったので、正直未知数なところも多いんですけども、やはりですね、非常に効く治療ですので、自分自身毛穴とニキビ跡を良くしていきたいなという思いがあります。そうですね、やはりニキビ跡というのはニキビがあった方なら結構悩んでらっしゃる方が多いので、僕も結構長い間悩んでいる症状でありますので、それが改善するのが非常に楽しみです。冷たくなりますね。先生も受けるはずなんですよ。結構僕いい感じにへこんでるんで、症例としても見たんで、この撮影出すといいかなと思って待ってたんです。ありがとうございます。マジで7でいいですか？1ヶ月後のあれをいい感じにしたいので。わかりました。じゃあ全力で、絶好で全力でやります。当院ではイントラセルの施術にあたってベネブという成長因子の薬を一緒に使っていただくことをお勧めしております。成長因子というのは、いわゆるですね、細胞の新陳代謝とか活性化を促すような成分が入っていまして、このベネブは FGR とか EGF といった成分が入っているのと、ヒアルロン酸などの保湿成分、またアミノ酸などが入っていますので、イントラセルの効果をさらに高めることが可能になっています。音も変えていきますね。はい、どうですか、痛み？全然大丈夫です。大丈夫ですか？思ったより全然痛くないです。ちゃんとしびれてて、ちょっとパチパチしますけど、輪ゴムで弾かれてるような、顔の脱毛とかと同じぐらいかもしれないです。もう10年以上前の技術なんですけど、機械もだいぶメジャーアップデートして、いまだにへこんだニキビの後のファーストチョイスはこの機械が一番ですね。うちがやっぱり開発チームにいたんで、この消耗品がすごくこう安くメーカーさんから下ろしてもらえるんですね。で、僕らはやっぱり患者さん満足度を埼玉一ずっと目指してきて、で、患者さんに喜んでもらわないといけないので、利益を乗せずに安いままやってるんですよ。なので、他の病院の4分の1ぐらいの治療費なので、一番遠い人が山口とか京都とか。で、結局そうなると、うちドクター8人いるんですけど、みんな症例経験数が多いんで、当然上手になっていくし、患者さんも嬉しいし、いいスパイラルで。ちょっと深いところに 2.0 いきますよ。お願いします。はい、体験します。さすがに痛いですね。深いところは針がやっぱり深く刺したいので、2ミリっていうのを使うんですよ。ここが深いんでちょっと伸ばして、ちょっと頑張ってください。ここは特に感じやすいです。痛いですよね。痛かったですか？ちょっと痛いです。終わりました。はい、ありがとうございます。思ったほど痛くなかったです。うん、本気でガッツリやりましたけどね。 2.0 はさすがに痛かったですね。骨に近い場所がちょっと響いて痛いので、顎とかはちょっと痛い。もう一回成長にしていきますね。最初に塗っ
て染み込ませて最後にもう一回塗ってダメ押しするっていうのが教科書には載ってなくて僕が考えたやり方なんですけど、その方が明らかに綺麗になるでしょう。なのでうちは成長石に2回塗るっていうのが特徴です。なあ、やっぱ結構赤くなるなりますね。ちょっと今ヒリヒリして麻酔のしびれがちょっと残ってるのと、その針で穴が開いたそのヒリヒリが一緒にある感じですかね。手術を受けてから大体1ヶ月です。手術を受けたその日はちょっと顔がほてった感じで赤みが出てました。で翌日になるともうそういうほてりはなくなったんですけども、ちょっと腫れぼったい感じと、まあ、肌が生まれ変わる過程でちょっとごわつきが出るというか、化粧水とかを塗るときにもちょっとしみるような感じがしました。翌日の写真を見るとこめかみの部分なんですけど結構赤みが出てるのが分かる。2日後、そちら見ると赤みが徐々に減ってきてるのが分かると思う。1週間後の写真なんですけど、こちらではもうほとんど赤みがなくて、でごわつきみたいなのもほとんどなくなって、もうちょっとつるっとした肌になってきた。2週間くらいしてくるとなんか毛穴も閉まったような感じがして、だんだんとこう肌が綺麗になっていくというか、あのきめ細かな肌になったなっていうのを感じています。人によっては1回でかなり効果が出てくる方もいらっしゃるんですが、僕の場合はまあ毛穴は実際綺麗になったんですけど、こめかみとか唇のあたりのへこみっていうのはあまり今回ですごい変わったってわけではないので、まあ、回数重ねてさらに良くなっていくかなと思います。こう肌が綺麗になった実感は実際にあるので、やはりまあ1回でも効果出るところは出るなって感じで、出ないところはやっぱり回数重ねないとなって感じなんですけど、まあ、いずれにしても痛いだけのことはあるなっていう感想です。僕は初めてこの治療を受けたんですけども、やっぱ経験したことのない治療だと患者さんにこんな感じですよっていうのはやはり話しにくいので、今どこをやるときに痛いだとかどれくらいで毛穴がきれいになりますよっていった説明もできるので、実感として毛穴がきれいになったっていうのはあるので、患者さんに勧めたくはなったかなと思います。例えばこめかみがあまり気になっていなくて頬の方が気になっているって方ですと、今の時期マスクを皆さんされている方が多いので、マスクで隠れる範囲だけ施術するっていうのも一つ手かな。そうすれば赤みが 2,3 日続いたとしても隠すことができますし、あまり他の人からどうしたのって言われることは少なくなるかなと思います。僕自身が体感しているように毛穴が綺麗になったねって言われることは多いですね。でこめかみに関しては肌質の改善というかそういうところでは言っていただくことが何かありました。イントラセルの1回目の施術をして大体1ヶ月なんですけども、まあ、徐々にですね毛穴も綺麗になってきたし肌もツヤっとした感じが、あります。でこめかみのへこみに関しては少しまだ回数はかかるかなという感じなんですけども、やはりイントラセルというのはそんな感じで毛穴も綺麗になったりいろんないい効果がありますので、月に1回程度、まあ、当院では4回のコースをお勧めしているんですが、定期的なメンテナンスとしてやっていただくことをお勧めします。で少し痛い治療ですけども強さとか調整できますし、まあ、続けられる範囲でやっていただくのが一番いいので、ぜひ僕と一緒にお肌をきれいにしていただけるといいかなと思いますので、ぜひお待ちしております。美容医療の口コミ広場 TV、 今回も視聴お疲れ様でした。口コミ広場は日本最大級の美容医療ポータルサイト、詳細は概要欄をチェック。ぜひチャンネル登録といいねよろしくお願いします。コメントもお待ちしてます。